はい、さきでます。よろしくお願いします。今日はですね、テレビが報じない NiziU 韓国デビューの真の狙いがやばい理由という話になります。先日10月30日ですね、NiziU っていうアイドルグループが韓国デビューしたっていう、ニュースがあったんですけども、普通特別なファンとかでもなければ、普通は別に気にしないと思うんですけど、ただこれがですね、前々から K-POP が日本市場を狙ってるなんていうことが言われててですね、で、そんな中ジャニーズ騒動もあって、それがより加速していくんじゃないかっていう見られ方をしてたわけなんですけども、そんな中ですね、今回のこの NiziU の韓国デビューっていうのが K-POP がもう一段階攻めてきたなと、日本を追い込んできたななんていう見られ方をしてますので、そのあたり解説ができればなと思ってます。まず NiziU と言いますとですね、メンバーは全員日本人なんですけども、ただその K-POP のですねヒットメーカーがプロデュースをして、でデビューしてからですねわずか29日で NHK の紅白出場っていうですね、この史上最短記録っていうのを更新したりとか、あと流行語大賞にもですね NiziU っていう言葉でノミネートされたり、あとなんちゃらダンスがどこかで大流行してたみたいだったりとか、あと多くの芸能人がですね大ファンだみたいな公言したりっていう感じで、あの手この手でご利用されてきたわけなんですけども、そんな NiziU がですね、今新たに注目を集めているのが今回の韓国デビューっていう話です。それが先日の10月30日ですね、その待望の韓国デビューっていうのを果たしますと、それが早速デビュー曲のミュージックビデオっていうのが公開されるやですね、わずか1日半で動画再生数が1000万再生を突破したと、それで早くも世界を席巻してるなんていう状況みたいなんですけども、それに関してはもちろんですね、NiziU本人とかですね、ファンの人にとっては喜ばしい状況なんだとは思うんですけども、ただ今日はですね、それを少し視野を広げてみますと、韓国の本当の狙いだったりとか、それが日本の音楽業界は大丈夫なのかっていう、ちょっと懸念も見えてくるっていう話になります。で、まず、そもそも今回のその韓国デビューなんですけども、韓国は人口も日本の半分以下ですし、マーケットも小さいのでですね、なのでその日本に出てきてるわけで、で、それが日本でそこそこ売れたアイドルがですね、わざわざ韓国でデビューし直すっていうのは、まず不自然なんですよね。アイドルに限らずなんですけども、その韓国のエンタメが日本と比べるとですね、その海外で成功してるっていうイメージがあると思うんですけど、それがなんでかって言いますと、そもそも韓国の市場が小さいから、海外を狙わざるを得ないからですね。そのために政府がですね、大金をつぎ込んでおりますし、さらにですね、そのエンタメの海外進出のためのコンサル費用に対してですね、経費の8割を国が負担するなんていう政策も打ち出したようです。そういった国のバックアップもあって海外での韓流ブームにつながってたりもするわけなんですけども、ただその裏にはですね、成功のためには手段を選ばない黒い手口なんかも噂されててですね、例えばコンサル業なんて言ってもですね、実態はとにかく再生数を増やすための広告費をかけまくったりとか、再生のクリックをしまくる仕事がほとんどだったりなんていう風に言われたりもしています。例えばネットフリックスでイカゲームっていうドラマがヒットしましたけど、ネットフリックスで最も視聴されているドラマになって、94カ国でランキング1位になったなんてことでブームになったみたいなんですけども、ただその裏でもですね、不審に思われているっていう部分もあって、例えば普通あの手のドラマの場合ですね、考察とかネタバレとかドラマの中身に関する内容がインターネットの検索だったり SNS なんかで増えるのが自然のはずなんですけど、インターネット上のコメントの多くがですね、イカゲームって何みたいな、そもそもの大枠に関するワードがほとんどで、それに比べてドラマの中身に関するワードが極端に少なすぎたりとか、例えばビバンだったら別版は誰だとか、誰々は実は裏切り者なんじゃないかみたいな、本当に見られてたとしたらですね、その中身に関する考察とかが増えるはずなんですけど、イカゲームの場合はですね、表向きは世界中でヒットしているにもかかわらず、そういった中身の話がネット上にあまり出てなくてですね、なので本当に見られてるのかっていうふうに疑われたりもしていました。当時のネットフリックスは2分間再生されれば1再生にカウントされる仕組みだったようで、なのでイカゲームはですね、その仕組みを利用して2分間だけ再生をして1回切って、でまた2分だけ再生して切ってを繰り返して、そんなことで再生数を稼いでたんではないかなんて言われたりもしていますね。そんな調子で音楽でもですね、同様の手法でストリーミング再生数とかミュージックビデオの動画再生数をめっちゃ増やしてですね、で強引に人気ある感を作り出してて、なので韓国ではですね、再生数の多さイコールどれだけお金をかけてるかっていうのを表す数値ぐらいの感覚と言われています。なのでドラマでもアイドルでもですね、よく知らない人にとっては、よく
知らないけどそれだけ1位だっつってテレビで大騒ぎしてるならまあ流行ってるのかなぐらいの感じで納得をしてしまうと。けど実際は再生数だったりとかそういうランキングの割にはですね、認知度がいまいち釣り合ってない状況になってるっていうのは、まあ、なんとなく皆さんも感じてることじゃないかなと思いますし、今回のですね、まあ、20のその韓国デビューもですね、そのわずか1日半で動画の再生数が1000万再生を超えたっていうことなんですけど、その、まあ、正直今更20が1日半で1000万再生なんてありえるのっていう話ですよね。当然そんなのも眉唾なんじゃないかなというふうに思われているわけです。でじゃあ今回ですね、なんでわざわざそんな日本で一回デビューさせた20をですね、わざわざ小さいマーケットの韓国でデビューをし直すのかっていう、そんな手の込んだことをするのかって言いますとですね、一番のキーワードは世界進出っていうのがあります。韓国デビューの本当の狙いはですね、そもそも韓国進出ではなくて世界進出なんですね。でそれをですね、日本から世界ではなくて日本から韓国を経由して世界っていう流れにしたいのが本当の狙いです。そうすることでですね、世界進出においては日本よりも韓国の方が強いんだぞっていうことを見せつけると、そういうイメージ操作の意味合いが強いと見られています。まず日本国内のムードとしてはですね、日本もやっぱりエンタメで海外を狙っていきたいよねっていう空気感はあるものの、いまいち成果が出てない状況が続いている中でですね、今回20はその、まあ、まず日本人だけのアイドルを日本で作るっていう、まあ、これまではまず他の日本のアイドルと条件は同じですよね。でそんな日本で生まれたアイドルをですね、一旦韓国でデビューさせてから世界に打って出るっていう流れを作って、さらにその成果を見せつけることによってですね、日本から世界には出られないけど韓国から世界は狙えるっていう、エンタメ業界では韓国こそが世界への玄関口だっていう印象付けをすることが狙いっていうことですね。なのでそんな海外で活躍する20に憧れてですね、日本人のアイドルたちがさらに K-POP を目指すなんていうことにもつながるわけです。なのでもともと K-POP としては日本の音楽市場を狙っているっていうのがあって、まあ、一番わかりやすいのがその紅白の K-POP 枠を増やしていったりとか、まあ、紅白なんて金出せば出れますんで、まあ、そうやって日本の音楽業界自体も少しずつ制圧しつつですね、それに加えてさらに日本から海外に進出する流れも立とうっていう狙いが見えてくるわけです。日本国内も K-POP に取られて海外に行こうにも韓国を通らないといけないみたいな、そんな状況に追い込むことが狙いだと見られています。まあ、なのでここからはまあ余談と言いますか、都市伝説的な陰謀論なんですけど、ジャニーズもですね、そのまあ K-POP の姿勢を真似て海外進出を狙ってきました。まあ、その一番最初と言われているのが SMAP です。草薙さんが韓国語と、キムタクが中国語で、で香取さんは英語みたいな感じで外国語を覚えさせてですね、で海外にも人気を広げていこうとしたりとか、あと最近ですとトラビスジャパンというグループがまあ同じような感じで海外進出を狙っていたんですけども、ご存知の通りですね、ジャニーズが海外進出どころではなくなりました。で特にジャニーズ騒動で言いますとですね、きっかけは海外からの外圧ということで、今回の騒動でジャニーズにとってですね、まあ、大きな影響って、まあ、国内だけではなくて海外進出が断たれたっていうのも大きいところなので、そういう意味ではですね、日本からの海外進出を阻止したい韓国の思惑とも一致するわけです。まあ、そんなこともあってですね、そのジャニーズ騒動自体が、まあ、そういった何らかの陰謀がきっかけだったのではなんていう都市伝説も、まあ、あったりなかったりするぐらいの状況です。そんなことでですね、特に日本のテレビっていうのはですね、まあ、そのジャニーズに忖度を続ける裏では K-POP にも尻尾を振って持ち上げまくる状況が今後も加速していきそうなので、気がついたら日本の音楽市場は K-POP に制圧されて、でさらに海外進出するには韓国を通るのがマストなんていう日が来るのもそう遠くはないかもしれませんね。はい、ということで以上ですね、テレビが報じない20韓国デビューの真の狙いがやばい理由という話をさせていきました。最後までありがとうございました。